文みとは、日本律令制において、人義官、大上官に設置された、大使、小子の総称。四等官の四番目である左官に相当する。官位相当は、人義官の大使は、小八以下、同唱氏は八8上であるのに対して、大上官の大使は、正六以上、同唱氏は正七くらい上とそれよりも高く位置、付けられている。定員は、人義官は、 大小各1名、大上官は左右弁官局に大小各2名。古くから分泌を司る官を死と呼び、この職に就いた士族に対して、不味の姓が授けられることがあった。律令制においては上級者の命令を受けて、公文書の記録、作成を司り、公文書の内容を吟味して上級者の判断を仰ぎ、読み去るすることを職掌とした。 大上官の文は、弁官が率いる、弁官局に属しているが、平安時代中期以降、弁官には苦業、または苦業への昇進コースに乗った上流貴族が多く任ぜられ、かつ弁官は他に繁忙な感触を検体する者が多かったことから、弁官局の実務は文によって処理されるようになった。弁館局は左右に分かれていることから、文も左右に分かれ、左対し、 右大使、左少なし、右少なしに、各2名合わせて8名存在することから8氏とも呼ばれた。文に任ぜられる者は、式部録、民部録、影遊佐官、ケビー指導士、文章生を経た者、書道制御者、一条水挙の者、一員法眼台、追悼であり、各官司から有能な人材を集めていたとみられる。一方で、 弁には帰省士族が任ぜられ、多くが苦行に至るのに対して、文に任官する者は、憲兵、藤立花以外の帰省士族に限られて行く末も、諸国の受領に止まり、同じ弁官局にありながら、弁、主官に人事的な交流はなかった。文は、はじめ右少なしに任ぜられると左、少なし右対し左対しの順で昇進し、 少なくとも旧世紀以降は、この原則が遵守されている。左大使まで登ると、6位くらびと、四部、進む、民部、進む、激この上将軍、ケビーシェーモンの城などと同様に正月の上位で、除舎枠があり、毎年上楼者1名が15位下に除された。また他の官職で助舎したものと同様に、 文みから五位に上された者も受領に任じられる資格があり、毎春一名が任じられた。一方で、有能な人材に対しては、助釈後も転出させず左大使に留任させ、これを特に大武士と呼んだ。そのため、有望な人材が続くと大武士が二名になることもあった一方で、一旦弁官局から転出した者は、大武士に投用されることはなかった。位の左大は、 奈良時代後期から見られるが、平安時代中期の天元三年頃に、大カス両親が5位に除せられて、以降、大部氏が上記されるようになる。工場化の要因としては、政務形態の変化により、大部氏の重要性が高まったことによると推測される。前述の通り、大部氏は6位氏から、有能なものを、除舎後も弁官局に留め置いて任命しており、 弁官局から転出した者が大武士に登用されることはなかった。しかし、観光8年、藤原道長が事故の決しで6位氏を経て、助釈後受領に転出していた谷葉捧ぐ親を前例を無視して強引に大武士に就任させる。これにより、政権担当者が一中の人物を大武士に就任させやすくなり、官任3年摂政、藤原頼道が、 小圭役貞行を任じて、以降、石管家の家史を務めていた小月、これむね両氏が交代で、大部氏を務めるようになった。その後、工和4年、政治要略を白川院に召し取られるなど、これむね氏は十分に漢文書の蓄積ができない中で、小月氏はますます存在感を高めていく。工和5年には、小圭役助都氏が堀川天皇の許可を得て、 養子の森中へ、大武士を譲って、正慶屋氏が大武士を世襲し始め、旧安五年頃に、これむね中が大武士を去ると、おつき氏が独占的に大武士を占めるようになった。正慶屋氏は、代々にわたって、左大使上司を務めたため、官務課と称され、大上官の記録、文書の電量保存の任に当たるようになる。左大使の事例の例。 超高少年期情景中見角中納言文明18年7月12日、戦時15以上小月同期元よろし、任左大使像人頭左中弁、藤原元長、笹ぐ情景中見角中納言文明18年7月12日戦時15以上、小月時元よろしく左大使に人数べし、倉人頭左中弁、藤原元長、まつる。ありがとうございます。